おじ、おじ、大森のおじちゃまよ。どうも。こんにちは。なんかあの外を歩いてましたら、はいはい、素敵な音色が聞こえてきましたよね。そうでしたか。三味線ですよね。三味線です。ちなみに失礼ですが、お名前は。私は、松根屋の栄太郎と申します。お仕事はじゃあ、芸者をやってます。芸者って言っても、はい、女型芸者って男性で芸者をやってます。ほう。いつもはこうお化粧されて。そうです、普段は化粧してますね。あの男性がその、はい、男性芸者は今私一人になっちゃったんですけど。じゃあもう世界で一人。そうです、宇宙で一人。宇宙で一人。わー、この広い世界の中でたった一人。オンリーワン、はい、オンリーワン、オンリーワンです。一緒に踊るとかどうですか。あ、踊るというか、なんかちょっと手ほどきするので手ほど教えていただける。いいですか。いや、ぜひ。やっこさんって聞いたことありますか。いや、聞いたことある。やっこさんって、はい、あのまあ、登場人物としてはそういうやっこさんっていう、はい、お殿様とか偉い人に仕えている人の役です。はい。で、日本舞踊は基本的に当て振りとかが多いので、はい、フラダンスとかと一緒です、うん、なんかこう好きとか嫌いとか、 なんか手で表すじゃないですか、はいはい、そういうのに近いので膝を叩いて、はい、あーさーってですね、あーさーって回ります。チンって回ります。4回回ります。チレチチテンチテドドン、5回か。チチンチンチリツンまで5回。わかりました。いや、分かってないと思いますけど知らない間に回ってたぐらいの。だから知らない間で回ってください。はい。で、よくある。はあ、こりゃ、こりゃです。いいですか。はい。はあ、こりゃ、こりゃって言ったら3本前に出ます。足叩きながら。とっちりちんりちです。2回ですか。2回です。とっちりちんりんちで足上げます。で、ちつてつとん。てちちちりつつん。とちちんとんしゃんです。はい、ここまで。難しい。簡単にやってますけど、はい、なかなかですよ。本当ですか。とちちんとんしゃんって言ったらやっこさんだよって言います。はい、やっこさんだよ。そうです、そうです。でっかちゃんだよ。でっかちゃんだよです。言い方ですかね。気持ち的には、はい、で、はい、やっこさんだよって言って、って言ってやっこさんのポーズします。やっこさん、どちらゆくねですね。もう一回、はあ、これこれ、はあ、こりゃこりゃ、ちょっここまででいいですか。はい、じゃあやりましょうか。三味線で。早い先生、早すぎます。先生早すぎるんですよ。それでは少し復習したところで、ジョニヤッコの舞をご覧ください。あさてあさてちゃんれん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 ちゃん。あれ、ちょっと分かんない、分かんない、全然分かんない。うよーと、やっこさんだよ。あ、こうだっけ。やっこさん、どちらゆき。それどうやって。あ、こりゃこりゃ、待て。上手上手上手。いやさすがです。でもなんとなく楽しい気持ちはありましたけども。さすがです。やっぱり止まらないが一番お座敷でも大事なので、はい、あ、なるほど。あのできるとかできないとかじゃなくて、はい、やっぱり止まらないっていうのが。いや、同じだ。同じ。まさかここで出会うとは。師匠。あ、いやいや、もうなんかあのこれからなんか自信が確信に変わりました。本当ですか。はい、やっぱり止まらないが一番、はい、お座敷でも大事なんで。ジョニオのブラブラショーは次回は大森でございます。まあ、まずあの昭和のパン屋さんね、素敵なおじさん、魚肉ソーセージ懐かしかったな。そして私がしなやかに踊るジョニオ芸者が見られますよ。そして仰天エビフライ、いや、これはすごい迫力が違う。外サクサク中プリップリ、この弾力初めてかもしれないです。こうお期待でございます。